こんなハンコなかなかないですね。海賊版の上から公式版をなんかうまくいった後に出したくないんだよねみたいなことは言ったのを覚えてます、はい、ナイトクラブにブッキングされると夜中の12時とかなんですよ。未成年は来れないし、かといってファンも日本から来てくれるファンめっちゃいるんですよ。なそれでナイトクラブってちょっとせっかくなら自分たちのフェス主催でやってるから来てくれの方が、Ladies and gentlemen, welcome to North Village。から多分 1,2 年して社長と会えたんですよね。でその時にあの本の人だみたいな感じで僕びっくりしたんですよ。やっぱまず会って話してそっから会うことが決まって企画書を作ってくるぐらいのことじゃないですか会えるか分からないのに本まで完成してて、はい、実際手に もらったんですよね僕一冊だけ、はいはい、中身見たらもう全部写真から買ってあってそうそうそうこれすごいと思って感動したんですよ本当に。あ多分世の中の出版社でやってる人たちいないと思うんですけど、いやいないと思います。うちもともとその出版社を立ち上げた時に僕出版畑の人間じゃなかったんですよ、はい、で出版社で成立するためには、はい、どのぐらいの人にならないとダメなのかっていうのをあれした時に、はい、ちょうどその健常さんっていうあんま自分が名前出しちゃいけないのかもしれないですけど、はい、源頭社長さんの本で編集者の病っていう本があって、はい、それを読んだ時に、はい、健常さんはそのこの人を口説きたいってなるとその人の本を全部読んで、で本ごとに感想文をその原稿用紙何枚とかで送って、はい、で返信来なくても来るまでそれもとことん読み込んでその本人すら気づかないようなところまで気づいて書くみたいなものをあれしてそうそうたる人たちを口説いていった、はい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 、でその本はすごい僕感銘受けて、はい、あすごいなとやっぱトップになる人こんぐらいやってるんだと思いながらも、はい、まだ出版社を立ち上げる前だったんで、はい、でもトップが見えたと、トップができる限りのことを口説くためにやるのがこれかはい、と思ったからこれを超えればいいんだ。なるほどなるほどなるほど。超えれば、はい、トップの人よりもよりその思いなりなんなりここまでしてくれたみたいな出会い方ロマンチックな出会い方ができるなってなってくると、はい、やっぱ健常社長とか多分ものすごい昔から文学的な本とかいっぱい読んで、はい、だから感想文を書く競争しても絶対勝てないなって、はいはい、ってなると本を作りたいんですあなたのっていう気持ちを表すには作っちゃいましたの方が、なるほど確かに確かに確かに300ページ分作っちゃいましたっていう方が、いや間違いないです、もうそこだなと、はい、だそうすれば、まあ、編集者の仕事ってまず著者とどう関係値を作って本を出してもらうかっていうのがスタートじゃないですか、はい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 、だそこで負けちゃダメだから、そこを業界ナンバーワンのここまでやりました方が圧倒的なレベルになってれば、はい、出会いがよりロマンチックになって、いや確かにもうそれのレベルで言うともう絶対にもうナンバーワンだと思います、そういうのもあってのこれだったんですけど、はい、これが社長と会った時にお見せして、はい、いいじゃんこれって言ってもらって、はい、でもそこから結構期間あったじゃないですか、あれあったっすね、でその時に社長とこう動画あれしてもらった人見てくれた人たちに視聴者プレゼントみたいな感じで、はい、うちの店にそれで来てこうこうこうしてくれたらプレゼントですっていうのをやったんですけど、はい、あそこに公式海賊版って書いてあったんですよ、はい、でこれが社長はアーティストだから、はい、要は世界を取るようなアーティストの本って、はい、本っていうか CD とか DVD とかって必ずフィリピンとかタイとかの露店で海賊版売ってるじゃないですか、はいはい、絶対海賊版必要だなと思って、なるほど、はいはい、やっぱその世界一になる時には、はい、やっぱ海賊版しっかり出てないとダメだよなと思って、はいはい、で公式海賊版っていうのを、あいいですよ、はいはい、俺的にはその意味があったんですよね、はいはいはい、で今回は海賊版ブートレックっていうところから公式版オフィシャルエディションで、あこれは海賊版じゃないよっていうスタンプがオフィシャル、はいはい、上から、はいはいはい、海賊版だったものが公式になりましたっていうものなんですよ、ね、あそういうことですね、そうなんです、そうなんです、こんなハンコなかなかないですね、ね海賊版の上から公式版オフィシャル、そうそうそう、でも海賊版なんてそもそも、はい、他の国でこう有名じゃないと、はい、そもそも海賊版なんて海外で売られないじゃないですか、はいはい、だからフィリピンの露店とかでそれこそマイケル・ジャクソンとか、はいはい、まあ、パッキャオとか出てますけどね、海賊版の DVD とか、はいはい、でもやっぱそういうクラスの人たちの海賊版がいっぱい並んでんで、ある意味露店に並んでる海賊版の DVD の流れとかを見ると普通の DVD 屋さん行くよりもそうそうたるメンバーが並んでるんですよね、はいはいはい、だからやっぱ海賊版はやっぱね、いやいいっす、いいっす、絶対必要だなと思って、はい、っていうものの今度はちゃんとした版、全国書店で発売する版っていう形、はい、はい、これがじゃあ本当に並ぶんですね、僕本屋さんあんまり行ったことないんですよ人生ではい、はいはい、あんまりでも、まあ、行ったことはもちろんあるから、はいはい、そこにこう自分のボーン並んでやっぱテンション上がりますよね、いやそうですよ
でましてや自伝の業界、まあ言っても自伝じゃないですか、これはまあ好きなことで生きていくをベースに、そこからここまでのねエピソードとか私自伝みたいな形になってると思うんですけど、はい、僕自伝フェチというか自伝大好きなんですよ、はいはい、やっぱ僕の中で一番初めに見たこれはすごいっていう自伝は、まあ、三代目大竹浜田茂雄さんの自由になれっていう自伝だったんですけど、はい、同時に矢沢永吉さんの成り上がりっていう、はい、あそれはめっちゃお母さんも好きで聞いたことあるんです、はい、で僕の中の日本の自伝史みたいのがあると、はい、その後に高橋歩っていう人の毎日が冒険っていう自伝が出て、はい、で健二郎さんの編集者という病があって、まあ、途中でロバート・ハリーさんのエグザイルスとかなんですけど、人生を変えるほどの影響力を持つ自伝という本、はい、日本人の自伝っていう本っていうと、はい、僕の中で歴代のそういうのが並んでるんですよ、はい、まあ、サッカーでいうメッシー、ロナウジーノなんとかみたいな、はいはい、でそこに並ぶ自伝ができたと思ってる、嬉しい、こんなに人の心に刺さって、はい、かつリズムよく最後までノンストップでわっとこう本を読まない人とかでも読み切れるのってなかなか作ろうと思っても作れないんですよね。いや僕もこれ実はさっきちょっと読んだんですけど、この読みやすくて、はい、わーって、なんかその僕本結構苦手で、もともと苦手な僕でも読めるからめちゃめちゃ読む間に、ね、はい、多分15回ぐらいは大爆笑してもらえない。いやでもその確かに僕この動画を出してたわけじゃないですか、はいはい、この動画で人生変わりましたもめちゃくちゃ言われすぎて、うんうんうん、自分でもそんなにみたいな、なんかこれで人生変わる人が いればいいなと思って出してなかったんですよ、うんうんうん、この動画は、はいはい、僕のこと知ってないだろうから、この YouTube でちょっと汚いことしかしてないし、うん、僕のことちゃんと話そうと思って話して出した動画がこうなってなんか変わりましただったから、うん、改めて思うとやっぱあの動画に一番人生を変えられたのは自分でしたって言ってましたもんね。あーそう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 、なんかちょうどその時に、まあ、クラファンのキャンセルとかなんかいろいろあった時に、はい、社長から連絡があってタイミングを重要視してたじゃないですか、はい、初めての本だからやっぱ妥協したくないし、ここだっていうタイミングっていうところで出したいって言われてた時に、社長が今だって言ったのがクラファンの失意の時って、まあクラファンとか何やかその借金の返済どうするかみたいな言ってる時って、でそれ理由を聞いたらやっぱ好きなことで生きていくってこういうことだよねっていう、その一つの成功をボンと打ち立てて、はい、セミリタイアみたいな感じで悠々的にこう暮らすんではなくて、ずっと目指していて、その過程自体がこう借金したりなんかこう壁にぶつかったりとか、はい、そういうことしながらも夢を目指してる過程自体が好きなことで生きていくっていうことなんだって、だから今の自分が出すのが一番いいって言われた時になるほどと思って、覚えてます？それ言ってたのなんとなく結構こっちは感動してて、うまくいく前にみたいな言う、はい、なんかうまくいった後に出したくないんだよねみたいなことは言ったの覚えてます、はい、あ確かにそうだなっていう、本がどこでこうリリースされるかっていうところも、社長が世界一取りましたって言ったタイミングだったらそれなんか成功哲学みたいになっちゃうじゃないですか。そうそうそう、なんか成功哲学みたいなのも嫌だったし、あと実は最初これジャケットもかっこよくこう撮っていただいて、うん、ただいやなんかかっこよくないのがいいなみたいな、なんか言われてました、ね、はい、って思って、うん、あの表紙もこれにしてもらったんですよね。そうサムネのまんまでお願いしますみたいな、ね、はい、そうそうそう、でこのサムネ使ってもらって借金6000万って書いてあるんですけど、一番最後見たら借金10億になってるってことですよね。そうそうそう、ある意味見栄を張ってるってことですね。普通俺6000しかないよって普通こういうのってむしろ俺でもなんか6000万超えてくるんだっていうあれですよね。そうそうそう、普通ここ10億買いか、はい、なのにこれ6000とかみたいな、読んでみたら10億、はい、10億書いてる、そのサムネ詐欺っす、逆に逆詐欺っすよ、サムネなんて大きく言ってなんぼなんで、はい、そんな借りてねえしみたいな。そうそうそう、おかしいっすね。なるほど、うわこれ借金6000万もあるんやと思っ てこれ開いたら10億書いてね。そうそうそう、ね、初の書籍ですからね。初です、はい、散々これまでもね、おそらくこうめちゃ来ましたよ、はい、ただなんかそれはタイミングじゃないなっていうのと、あと僕がシンプルに本読まないんですよね、うんうんうん、本読まなさすぎて、漫画が好きだったから、うん、やっぱなんか自伝本みたいなの、もしこういう好きなこと生きていくみたいな、うん、出すこと出したいなってなんかよくあったんですけど、うんうん、やっぱ自分が読んでて楽しいものがいいから、うん、漫画にしたいなって思ってたんですよ、うん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 、だから本じゃなくて漫画にしたい、漫画にしたいっていうの謎のそういうのがあったんですけど、逆に北田さんからこれもらって見た時に、うん、これ本読まない俺が読めるみたいな。そうなんですね。で思ったのが、あこれならすごい出したいって思えたんですよね、うん、今まで来てたオファーはずっと断ってたんですけど、うん、これなら出したいと思って、はい、嬉しい。でも出したいって思ってはいたものの、タイミングもやっぱずっと悩んでて、うんうん、今じゃない今じゃないみたいな、はい、だから出会ってだって本出そうみたいな、これだって作ったのコロナの時だから、もう4年5年前、ドームが3年前なんですよ、そろそろ、うんうん、で多分3年前ぐらい作ったんですね。
に3年前に作って出会ってとかでももうずっとそこからこれその時にはそれに回して作って、はい、初めはドームに行って関係者口から忍び込んで渡そうとしてたんですよ、はい、福岡まで行って、はい、ドームのとこ行って、はい、終わる前とかライブの前とかにドームの中の関係者入り口探して、はい、なんとか侵入しようとしてっていうのやってて、はい、結局入れなかったんです。ありがとうございます。なるほど、よかったセキュリティが、はい、うちのセキュリティがしっかりしててよかった。そうそう、あの手この手結構関係者のふりして入ろうとしたとか、はいはい、なんやしたんですけど入れなくて渡せなかったんです。関係者っぽいですもん。あ、本当に、はい、僕はセキュリティだったら関係者なんだって思ってそれ結構引っかかりそうですけど、はい、めっちゃ止められた。なるほど、あ、よかったです。6回ぐらい止められた。なるほど、結構行きましたね。そう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 、はい、でもこれもうちって何が強みかっていうと、はい、アメリカでも出せるんですよ。英語版も出せるし、そうです、はい、社長とか海外行く時にうちで唯一ガクさんとか窪塚さんのも英語版は出したいって言ってくれて、はい、でそれをやるの待ちなんですけど、まあ、英語版って基本どんな日本で有名な人も海外でそこまで知られてるわけじゃないから基本まあもう赤字には覚悟でやんなきゃいけないんですよね、はい、アメリカの出版社に頼むので、まあ、うちの取り分なんてほぼない、はい、ちょっとしかないんですよ、はい、売れてもそんな黒にはなんないんですけど、俺の本だけも英語版になって出てるんです。はい、僕見たことありました一回、はい、そうそうそう、はいはい、それをうちのそういう自伝の社長学さん、窪塚さん、高橋亜美さんとかは英語版にしてかつ漫画版にしてそれが原作になって映画になるみたいなところを、はい、要は本を一つ作って終わりじゃなくてそれを漫画化、映画化とか英語版化とかにしていければ面白いなと思ってて、はい、おー、ありそう、ありそう、ありそう。英語版まではうちらがもうやればちょちょっとできるんですよ。ぜひお願いします。それは任せて。ああ、やった。漫画版はいろんな漫画家さんとかがね募集したいですよね。これを漫画、自分が漫画にしたいみたいな人いたらぜひノースレッジまでご連絡いただければ。確かに、そういうわけで。トイレっていいですか。どうぞ。すいません、もう一つ。すいません、すいません。多分社長あと5秒で戻ってくると思います。54、3、2、1、ほら戻ってきた。完璧です。完璧です。タイはどんなとこでライブするんですか。明日は普通のクラブで、明後日もクラブ。ワンマン。いや、じゃあ普通のクラブ、ナイトクラブにちょっと出るって感じなんですけど、明日のクラブはなんか普通のクラブ。ただやっぱそれで僕たちもタイで出演していきたいよねっていう感じで、うん、ナイトクラブにブッキングされると夜中の12時とかなんですよ。未成年は来れないし、あ、かといってファンも日本から来てくれるファンめっちゃいるんですよ。だそれでナイトクラブってちょっと、うん、せっかくなら自分たちのフェス主催でやってるから来てくれる方が昼間なしでかいし、うんうん、僕たちとタイ人でコラボした曲とかも、うん、そこでブッキングしてしまえば、うん、僕たちのファンからするとそのタイ人の興味あるじゃないですか、うん、アーティストは、うんうん、確かに確かに。タイで誰もが知るアーティストっていうよりかはその僕たちとコラボしたタイ人の方が興味あるからやっていけたらなと思ってて、うんうん、だからフェスだなってやっぱ今思ってて、今回まではナイトクラブですね。そっからどんどんフェスの方に入っていくっていう感じ。はい、この公式海賊版っていうのの上からオフィシャルエディションのスタンプがあるっていうのはすごい僕なんかいいなみたいな、その意味合い的にもなんか確かに。しかもそれって本当だったことじゃないですか。その作ってた本に対して本人が見ていいねガチでこう言えるのってなかなかないじゃないですか。初めからそういうデザインをしようとかってやろうと思えばできるけど、はい、別にそれってフェイクじゃないですか。はい、フェイクだと思います。これって出会いから、はい、きっかけから流れから全部その通りなんで、はい、そうですよね。もう本当にもう森なしのもう事実だからこれってすごいなってやっぱ思っちゃいます。そうそう、はい、でなんかちょうど帯をなくしたから、はい、もうこれスタンプドーンとやった方がかっけえなっていうんで、普通はなんか宣伝文句みたいのが入るんだけど、はいはい、こう、まあ、あえてスタンプボンみたいな感じにしたんですよね、はい、いいですね。しかもこのノースビレッジって北座島じゃないですか、はい、なのにこのマークが船なのがいいなめちゃくちゃいいですよ。はい、海賊船とかに使われてガレオン船をモチーフにした。はい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 。もしかしたら君は今時間がないかもしれん、お金がないかもしれん、技術がないかもしれん、知識がないかもしれん、もしかしたら今不幸かもしれん。でもそれはめちゃめちゃ貴重な尊い経験なんよ。でもね、君がもし将来もね、時間がなくてお金がなくて技術がなくて知識がなくて不幸だった場合、それはね、ただただ君の努力不足でしかない。たった一度きりの人生の価値を分かってない。いい、好きなことで生きていくってそういうことやって。好きなことで生きていくっていうこのフレーズ、結局どうやったら好きなことで生きていけるんですかって俺なりの答えがあるよ。夢を見るよ。けど現実と鏡も同じぐらい見るよ。そしてやりたいことのためにやりたくないことを一生懸命
いっぱいあるよ。これが好きなことで生きていくためにはどうすればいいんですかっていう答えなよ。仕込みと騒然となった手配書アイテムが新作コラボとして T シャツを加え通販にて受付開始。 DJ 社長手配書 T シャツ、レペゼンフォックス漫画 T シャツ、メンバーバージョン限定カバー版好きなことで生きていく、レペゼンフォックス手配書ポスター、手配書トレーディングカード、レペゼンフォックス漫画名刺。先行予約受付1月16日から1月31日23時59分まで。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.